あらごきげんようみなさんおばちゃんよなんか前回のアニメですねちゃったらしくて私が今回はやってくわね僕も手伝います前回頭蓋骨と背骨ってやってきたから今回はその他行くけど最初はその他の中でも私の名前になっている胸骨これは12の胸椎からそれぞれ12の肋骨が伸びてるんだけどこれがちょうど蓋の役割をしてるわねちなみにこの先の部分は 見た目の通り肩上突起って心臓マッサージの時の場所を決める目印にもなってるのよそして胸骨の近くは何といってもセクシー骨骨格の鎖骨よ。逆に男のたくましさは反対の肩甲骨逆三角形の体はこの逆三角形が大事なのあと肉体美は何といっても健康じゃなきゃねってなわけで肩甲骨とっても大事よ健康違いですよ それじゃ、次。脱臼でおなじみの肩関節から腕いくわよ他にいい肩書きなかったんですか肩だけにねってか寒いわいや誰もギャグ狙ってませんから今回はギャグ対決じゃないんですよそうなのじゃどんどんいくわよ上が上腕で肘関節のあと骨、頭骨ねお父さん指の方が父さんだから頭骨よ小指は前回シャークって書きましたもんねうーわ寒い。 いや、だから「狙ってません」ってもう本当にやめましょうよこんな寒いギャグ違うわよここがポイントなの実は骨の暗記って大変なのよ血管もそうだけど骨はさらにその場所の動きと形や名前が違うから種類と覚えにくさが血管と違って桁違いなの例えばこの後、手骨から手根骨注射骨施設骨って名前の通りなんだけど 指の根っこで基本になる軌節骨真ん中の節までって中節骨末端までの骨末節骨だけど手根骨は8つもあって名前も違うから突っ込み暗記をするしかないのだから私たちは一緒に突っ込んでみてね年相うの女性が間違ってもパソコンに向かって声出して突っ込むんじゃないわよ彼氏できないからじゃあまずはこれね 三角じゃねえよなんか五角だよまこんなこんな感じですかね違うわよ流しの三角コーナー部分だからこの名前はいたのよでもまあそんな感じよじゃあ次大豆に見えねえよそりゃそうよ枝豆なんだから三角コーナーに捨てたのがこぼれたのね三日月ならもっと細いよ当たり前じゃないこれ十二日目の月よ細かいですよ何言ってんのどんどん行くわよ斬新な形だな月にぶつかって座礁してるのよ全然ひし形に見えない 薄めで見てみなさいいややっぱりひし形に見えません今はもうひし形の面積やらなくなったんだからこれがひし形ですって言っとけばバレないわよどこに頭があるんだよ何言ってるのはっきり見えてるじゃないあなたの後ろにね怖いよこれ漢字の意味全然わかんないこれは鍵って先が曲がったちょっと大きな釣り針みたいなものよ知ってもやっぱりわからないというわけでどうだったかしら突っ込んだり落書きしたりしたことが 一生にに残って、なかななかか忘れにくくなるでしょう。そうやって工夫するのよわかりましたツッコミですねそれじゃ後半行くわよまずは下半身下半身は骨盤からねここは腸骨恥骨座骨3つが合わさって肝骨ってのが前やった仙骨と合わさって呼ばれてるんだけど女の人の場合っていうのはここ子どもが通ることになるからほら女の子の方が横に広がってるでしょ そこから大腿骨が生えて膝の室外骨の下に脛骨横にくっついてるのが肥骨ねそこからまた足の細かい骨たちを足は手より1つ少ない7つだけどここも突っ込んでいけばすぐ覚えるからね全体からいくと側根骨に中足骨姿節骨って足も手と同じようになってるわねかかとは小骨あこれは納得突っ込めない頑張りなさいよ 足の付け根ね虚骨呼んだ呼んでませんよ洗浄骨まさに船の形ねまさかのバナナボート立方骨確かにティッシュの箱みたいな形してるわね立方体ってもっといい例えあるでしょあとは内側中間外側の血状骨まさに尻もうその尻違いますよどうだったかしらずいぶん覚えたでしょう こうややっっっっててしっかり突っ込むと、頭に印象深くなってすごくなすすす。ご覚えいでただ中には突っ込むのが苦手な人っているからタ賀先生がリアル先生をしてた時とかは45人でグループ組ませてやってたらしいわよそうすると結局誰かは突っ込めるっていうそういうことで全部覚えていったのね人間完璧じゃないんだから誰だってできないことはあるのよだからグループで助け合うの看護だって一緒なんだからねそのことを忘れないで。 うん、前回「どう短い言うて怒ってしまったけどやっぱり俺やないとダメだよなしっかり頑張って看護アニメやってっかよしそれじゃツッコミの特訓よはいおなんやおばちゃんにボクくんしっかりやってくれてんのか頑張ってんな二人。やっぱ俺もやるか負けてられへんそれじゃあ玉先生のレントゲン使って骨の暗記特訓よおうどんどん突っ込むぞはいこれどう長いわさあ次この骨足短い 二度と来るか、ボケー